立石駅に来ました。時間は夕方ですね。立石駅といえば、飲み屋の、酒飲みの聖地ですよね。駅前には、立石駅通り商店街があります。アーケード商店街があるんですね。戦後の闇市の名残と、まあ、言われてますけれども、夕方の様子をちょっと見てみたいと思います。ちょっと雨が降ってるんですね、今日は。そのせいか人通りも、まあ、若干まばらですね。早速お店が見えますね。立石仲見世ですね、ここは。立石仲見世、両サイドにはお惣菜屋さんがありますね。立ち食いそば屋ですね、右側は。食べ物のいい匂いが漂ってきますね。じゃあ、もつ焼き屋さんですね。この辺に来ると両側の商店もシャッターが閉まってますね。この商店街も再開発でなくなるという噂を聞きました。寂しい限りです。まあ、立石もこの商店街があったからこそ、まあ、昭和レトロを感じられる街として、まあ、注目を集めてきたんだと思いますが、そうですね、ここをなくしてしまうのは、この地域として大きな損失になるのでしょう、なるのではないでしょうか。そう思えてなりません。立石仲見世を出まして歩いております。立石駅通り商店街に入りました。
商店街を抜けて横道に入ってみたいと思います。たこ焼き屋さんがありますね。公園がありますね。夜の公園でございます。雨の夜の公園です。ここには、確か、キャプテン翼の銅像が一つあるんですよね。暗いんでちょっと見えないですね。これなんですけど、残念ですね、見えないですね、暗くて。キャプテン翼、大空翼像です。この立石とか四つ木とかこの辺りがですね、キャプテン翼の作者の、ホームタウンですね。生まれ育った町なので町の至る所にキャプテン翼の銅像があります。霧が見えてまいりました。よし